次々に舞い込んでくる仕事。通常であればさばききれないその量に命を削り立ち向かうアーティスト小野優斗。彼は言う、自分の限界は自分で決めるな、やれるまでやれ。もうしょうがない。いやしょうがないやろ。いやこれはしょうがないよ。だってもうビッグチャンスかもしれんよ。もう無理って。いや無理って、俺もう無理よ。俺だってもうそんなの知らんよ。知らんかったこんなことになるって。こんなことになるんやったら最初から言っとる。確かに、うん、確かにリアルタイムで来とるのは俺は見た。そうやろ。見た、うん、しょうがない。また怒られる。すまんすまん。ほらこういって、うん、こんな感じ。こんな感じになってる。なんか持ち方こうじゃない。この行って、うん、ここら辺でこんな感じで、なんかこう、こんな感じになってる。いや、でもこうなるんでしょ。ってことは、こっちに行かないかんで、うん、こう行って。お互いの意見がぶつかり合う。小野が作品の中に伝統芸能を取り入れるときは、特に気を使う。今回の衣装の浴衣についても、調べ尽くす徹底ぶりである。その時引かないかとか。んで、それかもこうやってするか。ああ、こんなイメージ。でここでグーッと寄って、午前3時、山梨へ向かう。すごいね、富士山。いやー、綺麗やね。すごい。すごい。なんか、一句読んでよ。富士見ると、富士の赤。赤いパッション、パッション。ちょっときついんやけど。半年間にわたる密着が終わった。やれるまでやる。その言葉通りやりきった。33年間の彼の人生、そのすべてを背負って朱雀は羽ばたいた。僕らは位置について横一列にスタートを切った。つまずいてるあいつのことを見て。変わらずに Ustestin Just a guest Yes と探してた二層の自分って、もうちょっとかっこよかったけど。お疲れ様です。通してみようぜ。見よう。